ピエール・カルロ・パドアンは、イタリアの経済学者、政治家、レンチ内閣、ジェンティローニ内閣において、同国の経済財務大臣を務めた。ローマ・ラ・サピエンツァ大学で、経済学を学び、卒業。大学時代には、マルクス主義批判という雑誌で、ジョン・メイナード・ケインズの経済理論を通列に批判した、こともあった。その後は、ローマ・ラ・サピエンツァ大学の経済学の教授となり、 2007年まで、その職に就いた。1992年から2001年までは、欧州大学院大学の教授としても、教弁を取る。その他、ブルッセル自由大学、ウルビーンの大学、東京大学などで、客員教授を務めた。1998年から、イタリアの首相を務めたマッシモ・ダレマや、ジュリアーノ・アマートの経済顧問として、アジェンダ2000やリスボン条約、 G8 などの各種国際会議で交渉責任者を務める。2001年には IMF の理事に就任。2007年 OECD の副事務総長に就任し、2009年には OECD 総局長に昇進した。2013年にイタリア国家統計局の局長に就くことが内定していたが、2014年2月、 イタリアの首相に任命されたマッティオレンチからの指名を受け、レンチ内閣の経済財務大臣に就任。2016年12月に発足した、ジェンティローニ内閣でも留任した。2018年6月に退任。ありがとうございます。